これから好みのあるいは体の部位があったら全身ではなくて結構ですから、頭はここがいい、胸はここがいい、ヒップはここがいい、いろんなパーツを選んで最終的にこちらで合成いたします。合成ですか、はい、水島優子さんお気に入りですが、というのをこちらも作り上げたいと思います。でも今日あった、ジョニー・スミス秋山さん、秋山さんですね、どこでもいいですか、どのあたりに対なんか体も綺麗だし、ワイルドで真面目そうだし、ワイルドで真面目そうだし、ジョニー・スミスに対してトップロープ、さあ、2回目キックです。高かったですね、基本通り指にかかります。秋山純、大学のアマレス時代、青のスリーパンでよく試合に勝ったということで、青のやや甘いスリーパンからロープに走りました。そのトランクスに変えました。エルボードロップです。ランディングしてのエルボー。エルボーって肘でしたっけ？肘です。肘でからは頑張る秋山の声。さあ入門して10キロ増えたという、まあ一瞬は激しいトレーニングの中で体重減ったブレインバスター、高さがありました。ブレインバスターは脳のこと、バスターは100キロ秋山、脳天気力のことをブレインバスター、10月13歳の誕生日を迎えます。いい流れを作って、そして土へのタッチを行いました。世界ジュニアヘビー級チャンピオン、12回連続防衛中の白い肌、淵正信が行いました。淵さんって大島紬とか似合いそうですよね。なんか行きに来たらちょっと帯を出して、キップで返す、カウンターのキック、円錐にパンチを打つ、動きが止まってしまいました。両チームの2人が非常に激しくなっています。ドリーファンクジュニアが出ました。エルボースマッシュです。随分とヘアスタイル乱れてまいりました。ドリーファンクジュニア、これが2回目か、淵がこらえます。ならばと正面からエルボースマッシュ、バサが2連打いきました。飛び散ります。そしてもう1回体勢に入ります、そして飛び降り飛んできますからね、頑張ります。肌で感じていただきたいと思います。頑張ります。いつでも投げられようとしません。しばさのぶ、体が真っ赤に好調してまいりました。ドリーファンクジュニア、この方は3回目のチャレンジ、1963年にプロレスデビュー。さあ肌をつけました、さあ抑え込み、ですから水島さんはもうほとんど私62年生まれですから1歳の時ねえ、しかし2クラッシャーのアンディトラがありますということは、もう30年近くやってるって、はい、すごい。さあそしてこのドリーファンクジュニアの必殺技がいわゆるスピニングトーホールド、これですか、これです。さあこれを100回かけられると墓場へ直行とも言われております、ドリーファンクジュニア。もう1回、さあギブアップしてしまうのか、淵正など淵こらえられるか、お秋山純がちゃんとやった、エルボーだ、エルボーだ、エルボーでドリーを引き離す。ちょっと秋山純、汗のかく量が多いか、でも落ちせず飛び込んでいきます、秋山純がありました。さあ淵がちょっと苦しくなりました、痛めました右足に。30分日本勝負のシックスメンタッマッチ、ちょっと動きが止まった感があります。淵正信、ボディースラム、ボディースラム、ジュニアの選手だけに足を痛めております。やはりですね、同じところを何度も何度も攻めるっていうことが勝負、勝利の近い人なんですね。まんべんなく全身を攻めていてもしょうがない、ね、勝負ですからね、遊びじゃないですからね。ですからこういうタッグマッチの場合はカーリベッタン、カーリベッタンに同じところを攻めていく、まあ、特に見えないやっぱり逆に振られた、はい、パワースラムを送ってしまいました。パワースラムです。どうだ、バンジーですか、カウント2.5、今クラーク取れてる手があと20センチぐらいでね、キャンバスを叩きそうです。カウント3でもちろん勝負は決まるわけです、はい、さあトップロープに登りましたパトリオットです。さあパトリオットミサイル、パトリオットミサイルという彼の必殺技です。さあ18番になれた秋山がと、実にいいタイミングで出てまいります。秋山純君がカットに入りました。秋山これ自分のコーナーに登んなきゃいけないんですか、そんなことないんですか、そんなことないんですか、どっから登ってもいいんですよ、あどこでもいいんだ、はい、さあそして構成を取っております。さあジョニースミスです、ミサイルキック、さあ落ちる位置を計算していた、秋山が入りました、ラリアット、出腹をくじかれた右のラリアット、さあ波状攻撃を受けそうな秋山、さあノーテンプラスターです、レインバスターです。とにかくデビュー戦はヘロヘロになった、技は全部小橋選手の技は効いたし、練習とは重さが違うので驚いたと話しています。さあボディスラム強烈です。さあススまたまたトップロープに登るんでしょうか、鶴田のようなスタイルを見出したいが、さあこっちは来るかもしれない、はい、まだ早いですよ、水田さんまだ早いですよ、さあここで、はい、流れ子セカンドロープ、秋山が投げます、秋山投げます、セカンドロープ、いや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 、このようにトップロープからの投げ技をすべてなだれ式と言います。今のはなだれ式のブレインバスターですね。いろいろなバリエーションがあります。なだれ式シリーズです。今、秋山が成功した方ですか？そうです。ちょっと今、スーパックスを覚えたという
アントが出ました。さあジャイアントさあどうやらこの勝負のクライマックスを迎えそうですよ。秋山を取ります。順です。フライングボディアタック中は舞いました。しかし体勢を入れ替えられて2点3点ところで場外か。さあジャイアント馬場選手が決着をつけそうな馬場落としです。ジョニー・スミスもうこらえております。カウント3です。最後はオンタイジャイアント馬場選手が決めました。馬場落としからのカウント3であります。ファミリー軍団の勝利であります。指定コンビ白星。秋山はあるよ。その選手がセパレートする分断するところの岩井さんの一つの勝負ですね。大きな